毎日ポジベ、はい、ポジベキ18年スーパーポジベティーチャー福地でございます。さあ今日ですね、僕がゴミ拾いを始めてから500日となりました。いやもう積み重ねてね、もうゴミ拾いも500日を経過しているということでですね、もう本当に息を吸うかのごとゴミ拾いになった自分を褒めたいですし、で、今日のですね、これはお話にもつながっていくんですけども、今日ですね、僕が読んだ本はスコット・アランさんっていうですね、外国の方が書いた人生を好転させる感謝の習慣というですね、本をちょっと読まさせていただいたんですけども、まあ、そこでね、読んだその感謝の力、感謝することでこんなにも素晴らしい力があるのかということをですね、学んだので、今日はですね、その話をさせていただきたいと思います。まずですね、感謝っていうのは、まあ、自分が他者だったり、自分だったり、この環境だったり、空気だったり、すべてのことにね、感謝しようと思えば感謝できるんですよ。でもね、生きていて、それがね、息を吸うことが当たり前だったりとか、心臓がドクドク動いているのが当たり前だったりとか、今こうやって喋れることが当たり前だったりとか、まあ、そういうふうに、多くの周りにある感謝すべきことをほとんどの人が感謝してないというのが現実だと思うんですよ。実際僕もそうだったんですね。で、感謝のする気持ち、心を持つとどれだけいいのかということのお話を今からします。まずですね、感謝をすることによってセロトニンというですね、幸せホルモンというのが体内で分泌されます。そしてドーパミンというやる気ホルモン、これも分泌されるんです。さらにですね、免疫力、風邪とか引いてしまった時の免疫力を上げることにも、これ感謝の心というのは実際にエビデンスとして、効果があると立証されているんです。まあ、それ以外にもですね、うつの症状を持っている方が感謝の心を持ち続けていると、うつの症状が少しずつ緩和されたり、感謝の気持ちを持つことが医者いらずなんて言われることもあるそうです。感謝の気持ちを持ち続けること、それは他者にもそう、この世の中すべてのものに対して自分も含めて感謝することで多くの力がある。過去を後悔するのではなく、未来を不安がることではなく、今を感謝する。過去いろんなことがあったかもしれない、だけど今こうやって生きていることに感謝する。感謝しようと思えばいろんなことに、ありふれたものに全てに感謝ができる。人はないものを求めようとします。ああ彼氏欲しいとか、彼女欲しいとか、お金欲しいとか、もっと時間欲しいとか、多くのないものに目を向けてしまう。だけどもほとんどのものはもうすでに持ってるんですよね。感謝をする気持ち、心、お金いりますか？一切いらない。にもかかわらず、病院に行くよりも、人に何かご飯を恵んでもらうよりも、誰かに何かをしてもらうよりも、感謝の心というものを持っていれば、すべてがもう出揃っている状態。そんなようなイメージで、この感謝の心というのを捉えたときに、どれだけね、自分がこの世の中に生かされて、そしてこの世の中のおかげで自分がいるかというのをですね、本当に再認識できるような、その感謝の心というもの、人はね、そう分かってても忘れてしまう。まあ僕も含めてなんですけども、まあ、僕はね、ありがたいことにこのお店の営業、一人で営業している。なので料理を出したらありがとうって思ってくださったりとか、お客様帰るときにありがとうございますって伝えることができたりとか、多くのありがとうに近い存在ではあるんですよ。でもね、工場勤務の人とか、もう一日誰にもありがとうと言われなかったり、自分も言わなかったりみたいな職業の人もね、いらっしゃる中、僕はすごく恵まれてるなとも思いますし、感謝の気持ちを常に意識をして、そしてそれが自分、他者、親子、恋人、大切な友達、いろんなことに感謝の気持ちを持って、そして伝えることで、この人生がどんどん好転していく。でも普通に考えて、そうやっていろんな人に感謝をしながら自分にも感謝をしてもらって、大切にしてもらえる人って友達でいたいですよね。
僕も大切にしたいって思いますよね。常にいつも誰かの不満、不平不満ばっかり言ってたり、愚痴ばっかり言ってたり、世の中に対していつも批判ばっかりしてる人でも、この日本という国は政治家の方がしっかりと国のことを思ってやってくれてる側面もある。警察がいることによって犯罪が抑止していることもあるし、何かあった時に電話したらすぐ救急車が来る。どこまで恵まれてるのかと、感謝の気持ち、この気持ちを持ち続けて忘れてしまう自分を何度も何度も意識をして思い出す。そして全ては持ってるんだと、全てはいただいてるんだと、そういう心気持ちで居続けること、これこそが僕はすごくです、人生が豊かに、今まで同じ周りから見て同じ人生かもしれない、だけども自分がそういうふうに決めて感謝の気持ちをもっともっと持っていこうと、そういうふうに思えばその瞬間からその人の人生はものすごい勢いで好転していく。僕はゴミ拾いをしている。ゴミ拾いをすることによってもしかしたら誰かが喜んでくれるかもしれない、別に喜ばないかもしれない、でも人の迷惑にはなってない、でも自分という人間がそれをやり続けたということに対して自分をものすごく感謝できる。そしてこうやってゴミを拾うことができるというこの健康な体に感謝できる。ゴミを拾うときにこういうゴミを拾う棒みたいなのがあるんですけど、まあ、それを使うこと、それがあるから手を汚さずにゴミを拾うことができる。ゴミを拾うということで多くの感謝をいっぱいいっぱい感じられる。それが500回もね、僕は感じられて、明日も501回目を感じようと思う。そんな感謝にあふれた、感謝ばかり話している、感謝を意識すること、何度もこの YouTube で感謝感謝感謝って言ってる、それをちょっとでもね意識をして、普段あるものに感謝をしていく、そういう風にしていくことが人生その瞬間からどんどん好転していく。僕はそう思う、その本を読んで思ったので、ぜひともねこの YouTube を見て、この感謝というものをねもう一度意識して見ていただければ良いのではないでしょうか。ということで以上、毎日ポジティブ、ご視聴ありがとうございました。